中央高等学校のスロープで前半スタートです。
票、現在5対1で香川中央高等学校がリードです。中島亮也。
すいません。
Thank you.
2018で富山ドリームスがリードしています。それではここで10分間のハーフタイムに入ります。ハーフタイムでは新型コロナウイルス感染拡大防止のため換気を行います。ご了承ください。富山ドリームスのスロープで後半スタートです。Thank you.
後半12分16秒22対25で富山ドリームスがリードしています。Thank you.
18分23秒、26で同点です。
富山ドリームスが外野タイムアウトです。後半22分54秒、29対27で香川中央高等学校がリードしています。
ポップ。ポップ入って。Thank you.
ずにお話をお伺いします。今日の試合を振り返っていかがだったでしょうか。まずも会場の皆さん、そしてこの試合見ていただいている、全国の皆さん、本当に高校生のこのような大会を開いていただいて本当にありがとうございます。感謝いたします。はい、それでは明日はどのような試合を見せていただけますか。そうですね、今日の試合は今までずっと切磋琢磨してきた高岡高陵高校、君高校の選手たちの良さが本当に出た試合だと思うので、明日も3年間ですね、悔いのないように西東京高校も同じ思いで来ると思うので、見てる皆さんに感動を与えられるようにそういったゲームをしたいと思います。はい、ありがとうございます。それではここで今回の MVP を大阪高に選んでいただきます。キャプテンの長島亮也君。まず接戦だったんですけど、やっぱりチーム一丸となって声出して守りきろうっていう、そういうチームプレーができたのと、あとはこのようなたくさんの観客の中で最高のプレーをできたことに本当に感謝しています。はい、それでは明日は決勝戦ですけど意気込みはどうですか。昨年度は優勝という成績で終わってるので、今年はもう連覇できるようにと、あとはやっぱり最後の試合なんで全員富山のリムスで楽しんでアンドボールやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。以上で富山アンドボールアウトデイ2020 1日目を終了いたします。今一度大きな拍手をお願いします。勝利した富山ドリームスは明日12時30分から行われる決勝戦に進みます。残念ながら負けてしまった香川中央高等学校は明日10時30分から行われる3位決定戦に進みます。明日の試合会場もここ氷見市ふれあいスポーツセンターになります。お間違いのないようお気をつけください。皆さん今一度大きな拍手をお願いします。